今日は、雨が降っております。雨の中ちょっとお話ししたいと思います。よもやま話ということで、昨日でしたかね、Facebook でちょっと話題になったことがありまして、毎日新聞のデジタル版だと思うんですけど、法学ジャーナルの田中編集長がですね、インタビュー受けておられまして、いわゆる琴ですね、琴の、販売数っていうのかな、50年前に比べて 85% 減ったということなんですよ。だから100が15になってしまったと。そりゃそうだと思いますよ。減ってますからね。それで、その邦楽器組合って書いてありましたけど、邦楽器組合がですね、国に働きかけたいと言ってるらしいんですよ。遅いですよ。今頃言うんじゃないと。もうね、そんなことはね、30年前、私は一応邦楽ジャーナルの編集、30何年前やってたんですけど、分かってたじゃないですか。何もしなかったんですよ、本当に。今更ね、何を、助成金もらいたいのか知りませんけど。それですね、問題点はね、2つあると思うんですね。まずはですね、その楽器の数の問題ですね。売れ行きというか。で、これは要は人口ですよ。要するに、琴人口ですね。琴人口。それからもう一つは音楽の内容の問題ですね。この2つの問題を考えたいと思うんですね。まずですね、数、人口というかね、これは、前にも言ったと思うんですけど、琴人口のピークはですね、高度成長期なんですね。なんか昭和30年代といいますか。決して江戸時代じゃないですよね。江戸時代人口自体少ないですからね。それで高度成長期になって、女の子に琴かピアノを習わせるというのが、非常に流行ったんですね。それで琴人口、ピアノもですけど爆発的に増えたんですよ。これは確実ですよね。それでなんて言いますかね、琴の先生ね、もうびっくりですよね。もうすげえ増えちゃったと。いや、本当にすごかったと思うんですね。私もね、結局生まれたのが昭和30年、そうですね、10歳とか、そこそこ、そうですね、だから40年代ぐらいからは意識できたというか、昔やっぱり発表会とか行くと本当に子供がいっぱいいたし、私尺八ね、ちょこちょこ吹いてましたんで、発表会でね、女の子、ちっちゃい子がいっぱいいたんですよ。それはもう分かります。それがやはりどんどん減ってったんですよね。それはもう多様化したっていうか、それピアノも同じじゃないですか、ね、そういうことが起きまして、実は私ビデオの仕事をやってたんですけど、結局1990年代というか、その頃はですね、その頃に結構いろいろやってまして、頼まれましてね、ヤマハさんね、ヤマハ、日本楽器というか、ヤマハのピアノの部門のビデオを作るっていうんで、私撮影しまして、内容的にどういうことかというと、そのピアノ講師いらっしゃいますよね。講師の方々を集めて、実例をみんなで学び合うというのかな、なんていうか、どうやったらその生徒さん増やすとか、どういう内容で教えていくとか、そういう話し合いというのかな、発表会みたいなのがあるんですよ。要するに、パワーポイントを使ってかなのかな、どうかな、スライドとか使って、うちではこういうふうにしてますとか、発表し合うんですね。だから非常に努力されてたんですよ。それで当時ね、やっぱりサイレントピアノとかね、あとフロッピーを差し込むと、すごい伴奏が出るとか、エレクトーンなんかもすごいことになってまして、
まあかなり努力されてるなっていうのはよく分かったんですよね。でそれに引き換えですね、あの我が邦楽の世界、まあ三曲ですね、まあ琴尺八、あの何にもしませんでしたよ本当に。あのなんかすればいいのにと思ったんですけどね、あの売るだけ本当に。あのですね、まあこれ少し事情がありましてね、あの なんでそのできないのなんて言ってたんですよ昔からね。それがですね、あのメーカーですね、メーカー、要するにあのですね、例えば東京にある琴屋さんというのは本来は自分家で作ってるっていう建前なんですよ。も昔はそうだったんですね。琴屋っていうのは自分が作ってたんですよ、あの自分のところで琴を作ったんですね。こう 木からこう削り出すというか、あの作るんですよ。でそれがあの高度成長期になってもう爆発的に、特に東京は爆発的に人口増えたんですね。そうするともう間に合わないんですね。それであの福山でね、あのそういう大量にできるというか、まあ生産できるということで福山の琴屋さんにこう発注をかけたわけですよ。それであのこうまあ仕入れて売るんですけど、建前上ね自分のところで作ってるってことになってたんですね。それであの元々のメーカーね、だからヤマハがピアノの宣伝するみたいにできなかったんですよ。なんかそれも変だなと思ったんですけど、なんだかねもう変えられないんですよねそういうのが。メーカーの方はやりたかったのかもしれませんけどね。まあ広告出してもなんか要するになんていうの、直販するわけにもいかないし、なんかねそういうこともあってなんか宣伝ができない。それであの私なんかね本当はコンクールやったりとか、その盛り上げるようなねそのイベントをいろいろやった方が良かったと思うんですけどね、結局できなかったんですよ本当に。でもうね売るだけというかね、もうちょっとね、私一応その尺八の世界であの何とかしなきゃと思いまして、それで演歌党と尺八演歌党っていうのをやったり、まあ、あとシャックプラザは割と最近ですけど、まあ、あの尺八のねコンクールも私やりましたからね、あの一等賞金30万円っていうのを、まあ、6回やったんですけどね、あのいろいろ試してみましたけどね。まあこれがあの人口の問題ですね。だからあのなんかねし、あのすごく増えたって方が逆に不自然なんですよ。あの高度成長期にとにかくドーンと増えちゃったと。でもねどんどん減っていくときに結局何もしなかったんですよ。だから減るに任せたと。これがまあ人口というかね、人口の問題なんですね。それから次に、まあ音楽ね、内容の問題ですね。もともとはまあ地唄ですよね。地唄、この琴の世界っていうのは、地唄というものなんですけど、まあ江戸時代はそういう古典ですよね。それで明治になりまして、こう明治新曲とか言って、それであのどんどん洋楽を取り入れていったんですね。まあこれも前にもちょっとお話ししたことがあると思うんですけど、その洋楽は割とそのすぐに取り入れていったんですね。で他のジャンルね、もちろん長唄だとか能とか、まあ雅楽にしても全くそれはないんですよ。あの琴尺八の世界だけが洋楽を取り入れていったんですね。それでまあ何て言いますか、まあやっぱり最もねもちろん有名なのはあの宮城道夫先生、まあ、あと九州の方ですね、私山口だったんでね、あの筑紫勝子先生とか、もちろんあの久本源地先生、まあ森岡明先生とか、あのいろいろいらっしゃいますけど、まあ新日本音楽ってやつですね。この流れがありまして、まあ戦後ももちろんあるんですけど、それでですね今度はねいわゆる現代邦楽っていうのが出てきたんですよ。そのこれはあのまあ音楽集団がまああたりからかね、あの長澤勝利とかね、まあ三木みのるとか、なんかこれがくせ者なんですね。もう私何度も喋ってると思いますけど、あの私ね若い頃現代音楽なんか聞いてたんで、あのねジョン・ケージとかね、あのスティーブ・ライヒとかね
まあ竹光徹さんだとか、まあいろいろそういうのを聞いてたんで、非常に中途半端に感じるんですね。なんだこれはみたいな。でね、なんか邦楽の人というか、まあ琴尺八の人はね、なんかねこれがいいとか言うんだけど、どこがいいんだってこっちは思っちゃうんです。なんか本当この人たちは音楽聴いてるのかなと思いましたけど、要はね、なんかちょっと不協和音入れたらいいと思い始めちゃったんですよね。それでどんどんわからない、なんちゅうのかな、まあ琴とかやりたい、まあ尺八やりたい人もね、そういうの好きじゃないですよ、もともと。それが先生がね、なんか気取ってね、若いもわかんないのに、つまらない作曲家に移植しちゃったりしてね、リサイタルを開くんですよ、移植初演とかで。で、世界移植初演とか何言ってんだって、誰も相手にしねえよってもうね、何やってんだかっていうか。それでまあ30万ぐらい払ってね、書いてもらって、誰も二度と再演しない曲をどんどんやってったんですね。それでね、まあ80年代もうね、もうどうにもなんないってなっちゃったんですよ。もうどこ行ってもね、つまんないし。もうそれでまあ吉崎さんがね、現れたわけですよ。ね、私たまたまね、この吉崎さんに邦楽ジャーナルでこうインタビューしてるんですね。でちょうどこう今から売り出すぞみたいな時ですけどまあ大成功しましてね、まあちょっとね、分かりやすくっていうか、変な不協和音入れないんですよね。それは大事なことです。それでまあそれが成功しましたから、この水野さんね、水野俊彦さんとか、まあいろいろ現れまして、でね、でもね、私ちょっとまあ前にも言ったんですけど、和風じゃないんですよちょっとラテンっぽかったりとかいや残念だなというか、よく分かってたらね、昔もっと和風に書いた方がいいよとか言えばよかったと思うんですけど、まあそんなこんなでね、どうも和風じゃなくなってしまったんですね。ですから戦後になって、結局そのなんかよくわからない、需要のない音楽をやり始めたということなんですね。それで最終的に何て言うかな、でいわゆるもともとね、増えたっていうのは子供が増えたわけでしょ。だからそういう音楽やってて無駄なんですよ。だからなんかね、意識高い系の人が来るのかって、来ないですよまあ意識高いったって、その全然音楽的センスないですけどね。だからなんか間違えちゃったんですね、その音楽内容においても間違えてって、そのなんていうのかな、だからね、大衆性がなくなったということなんです。その2つのこと、まあつまりそのもともと増えたっていうのは一つの社会現象であったんですね。それから今度は音楽の内容としては、そういうなんていうかな、大衆から離れていった、この2つの要素で減っていったんですよ。だから減って当たり前なんですね。それでですね、なんかその記事によりますとね、なんか日本の文化を守りたいんだとか、いやもう日本の文化じゃないですからね、それなんか出来損ないの洋楽やってるんですよ。琴尺八というかね、和楽器を使ってればそれは伝統なのか、そんなことはないですからね。だから私何度も言いますけど、宮城道雄に帰れって言うんですよ。要するに伝統に立ち返らなければもうないですよ。それからね、もう一つまた言いますけど、琴尺八がなくなってもね、伝統は廃れません。前もまあちらっと言いましたけど、神楽お囃子ね、神楽お囃子、これが最も古い日本の音楽です、各地にあるお祭り、神社、決して衰えていません、すごい、むしろ盛り上がっております。心配しなくても日本の文化は全く廃れておりません。ですからは私たちの課題はですね、まあ私今竹笛の会ね、何をやるのかね、内容ですよ。竹笛で何を吹くのか、もうこれは悩みですね。もうやっぱ和風でなきゃいかんと思うんですね。まあそういうことでちょっと一言述べなければと思いました。